さて、復活があることを否定するサドカイ派の人々が何人か近寄ってきて、イエスに尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄の跡継ぎを設けねばならない。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、子がないまま死にました。次男、三男と、次々にこの女を妻にしましたが、7人とも同じように子供を残さないで死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人とも、その女を妻にしたのです。イエスは言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々はめとることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かる者として神の子だからである。死者が復活することはモーセもシバの箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで示している。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によって生きているからである。